じゃあ今日は、じゃあ縄文、先史縄文時代ということで、まずその説明から少ししていった方がいいかなと思います。ですね、まあ46億年前に地球が発生しまして、まあ、40年前に生物が発生、で6550万年前って結構飛ぶんですけど、その時代の手前ぐらいにね、2万年ぐらい前から恐竜がまあ出てきましたね、皆さんで。で、この時に6550万年前に、まあ、その隕石衝突によってですね、恐竜が絶滅したというね、今、通説になってて、そういう話がありますね。で、その後、まあ、400万年前になり、まあ、人類の、まあ、祖先みたいなのが、ね、出てきまして、で、まあ、50万年、23年、万年前に、そのネアンデアルタール人という、旧人ってやつですね。まあこういう人たちが出てきて、20万年前ぐらいに、まあ、ホモサピエンス、まさに私たちの直接の祖先が出現します。で、まあ、最初アフリカにですね、まあ、出現したとされてますけど、まあ、7万年前頃にそのアフリカから脱アフリカしましてですね、まあ、ユーラシア大陸に拡大していったと言われています。で、それでその後、まあ、5万年前、というのはクロマニオン人という、これはヨーロッパ人の、ね、祖先でもありし、まあ、中国人、日本人の一部の祖先でもあるんですけど、まあ、そういう人たちが生まれてきて、でさっきのネアンデルタール人というのは3万年前ぐらいに絶滅したと言われてますね。ただその子孫のヘリソア人というのは、まあ、1万5000年ぐらい、万年前ぐらいまで、まあ、生き残ったと言われてるんですけど、その時期というのはその氷河期ってそのすごく寒い時代で、まあ、日本列島なんかもね、その中国大陸と陸続きになってたような、まあ、非常に寒い時代だったんですね。その、まあ、その後ですね、まあ、1万3000年ぐらい前にその温暖化が、ね、まあ、始まりまして、でその温暖化になるとですね、海面が上昇していくんですね。そうすると海がどんどん上昇していくから、その今まで陸続きだったものが離れて、日本列島が大陸から離れる。でこの時代がその今日、まあ、後半でやる縄文人の時代とされていますですね。まあその後どんどん温暖化していってっていう時代なんですけど、ただちょっとその温暖化が始まったですね、そのちょっとあと12930年前頃にちょっと隕石が、ね、落ちたと言われて、それによって数十年間ですね、また急激な低下が起きたと言われてですね、これがヤンガードリアスって言うんですけど、まあ、これについてまた説明します。で、まあ、紀元、いや、今から5000年前くらいからその、ね、3000年頃まではそのすごく暖かい時代あって、まあ、海面がね、今よりずっと5メーターぐらい上昇してたという時期があります。で、これ縄文海進、日本では縄文海進ですまあ、言われています。で、まあ、とりあえずですね、まあ、最新テクノロジーということで、その、まあ、最近流行りの DNA のですね、まあ、解析からその人類のですね、まあ、拡散とかそういう流れがですね、追えるようになってきたんですね。まあ、これがちょっとその図なんですけど、まあ、結構踏み入った話になっちゃうんであれなんですけどね。まあ、一応何種類かその DNA の解析の仕方があって、まあ、Y 染色体では男性が、ね、持っている Y 染色体のハプロタイプっていうのタイプ分裂に あれとあとミトコンドリアですね、あの人間の細胞の中にある、まあ、ミトコンドリアの解析、これはそのミトコンドリアというのは母親からですね、子供に伝えられていくものですから、母系で母型を、ね、追ってきているんですね。逆に Y 染色体というのは、まあ、父親しかないものですから、その父型、父系でこう先祖までね、辿っていくという、この父型、母型という形でその別々な、ね、先祖を辿る方法があるということですね。あとは HLA ハプロタイプ、これはそうですね、まあ、ちょっと骨髄色とか、ね、使うようなああいう細胞を使うんですけど、あと全部の核ゲノムですね、あの DNA 全部を、まあ、今は解析できるので、まあ、全体としてどの集団に属するか、モンゴロイドの
かね、コーカサスかっていうのも分かるようになってきて、まあ、そういう中でこう民族の、ね、拡大、移動過程を、まあ、把握できるようになったということですね。まあ、余談ですが、こういう分析をする会社がですね、今アメリカとかにありましてですね、まあ、皆さんの遺伝子なんかをこうそのサンプル取ってですね、向こうに送ると1万円ぐらいでこう 2週間くると1万円ぐらい経つとその戻ってきてこう、こういう結果がね、分かるみたいな、まあ、そういうのも出てきてて、まあ、だんだんそのサンプル数がね、増えてって、だんだんその確実なものが、流れが分かるようになってきたと言われてます。で、一応その、まあ、こちら今日は Y 染色体っていう先ほどのこの質のハプロタイプについてちょっと説明していきたいと思うんですけど、まあ、そうですね、この A とか B とかっていうのはそのアフリカに多い品種ですね。で、この CT ってところより下が脱アフリカ下、中東とかね、あのヨーロッパとかアジアに出てた人たちの、まあ、遺伝子なんですね。で、一応ですね、日本人の 3,4 割はこの B っていう系統ですねに属してます。それは、まあ、後で言う縄文人とかそういう祖先に当たる人たちの遺伝子ではないかと言われているんですが、まあ、あとこの C というね、初期のタイプも、これも縄文人に遺伝関係すると言われているんですね。この D とか C とかね。で、その後こう、この辺 GHIJK というのはその、まあ、インドとかその、まあ、古いヨーロッパ、そしてその中東の方ですね、アラブ人とかね、この辺、そしてアラブ人とかの一部が今度 K、こう下がってきて、こう、でこっちの方です、K2 ですね、この下に、まあ、一つはそのですね、N と O っていうのがありますね、これがいわゆる中国人とか、いわゆるモンゴロイドの、まあ、日本人で言えば6割ぐらい、でこれは弥生人とか、その後のまあ中国から来た渡来人の遺伝子とは言われているんですね。でちょっとまあ醤油顔ってんですかね、まあ中井貴一みたいな感じの方のまあ風貌なんですけど、まあそういうもう本当に一番最後の最後に出てきた、まあ、新しいタイプといえば言えるんですけど、まあ、そういうタイプと、あとこっちは QR っていうのはこのコーカソイドですね、まあ、いわゆる白人さん の、 あの遺伝子なんですね。まあ一部は旧地、そのインディアンとかあっちの南米大陸とか北米大陸って言っちゃったのもあるんですけど、まあ、こういう流れが分かってると。で、まあ、こっちはねミトコンドリア DNA の同じような、まあ、流れなんですけど、ちょっとまあ今日は説明していくと明らかになると思うんで、ね、まあ端折ります。で、まあ、質問があれば後でおっしゃってください。で、一応、まあ、日本人の具体的にはですね、どういうハプロタイプなのかということで、まあ、さっきの D 系統ですね、これが水色で、まあ、沖縄と北海道にもですね、で今週はあんまり4割ぐらいというのは、この沖縄と北海道というのはそのこっちのですね、もう一つはこの O 系統ですね、この赤いのが O 系統なんですけど、これがいわゆる、まあ、弥生人とかのハプロタイプで、中国人に多いですね。でこれがまあ大半を占めている。で沖縄と北海道というのはもともと縄文人が住んでて、まあ、弥生人があんまり入ってこなかった、要するに稲作をする人たちが、まあ、弥生人と言われてるんですけど、まあ、稲作ができないですよ、北海道とかね、まあ、あんまり入ってこなかった。でそれでその縄文人の遺伝子の D とかが残ってるんじゃないかとは言われてるんですね。でちょっと分かりづらいかもしれないですけど、まあ、具体的などういうふうにこう、ね、流れてきたかっていうのはこう、まあ、中国大陸からですね、こう南西諸島、あるいは朝鮮半島でこう流れてきた人がいるというね。で、まあ、ちょっと今日やる縄文時代に関係する三大丸山遺跡とかにはですね、この N 系統っていうさっきの、まあ、O 系統の兄弟なんですけど、ね、ここで分かれるんですけど、この人たちがちょっと多いという結果が、まあ、分かってて、まあ、その中国のですね、両河文明っていう紀元前、まあ、3000年とかね、2000年とかの時代の人たちとの関わりが実はあるんじゃないかと言われ始めています。
まあ、まずはちょっとそういう流れがあるということで、ちょっとまだ戻っちゃうんですけど、まずはその隕石の話で恐竜とか隕石の話からやりたいと思います。でですね、まあ6500万年前にですね、隕石が落ちたと言われているんですね。でその時にその、まあ、地球の気温がですね、低下して、要するに塵がこう舞って、その太陽を隠しちゃうわけですね。それでその気温がガーッと下がって、まあ、その隕石が6月頃に落下したのにかかわらず、落下直後にはもう植物がですね、凍結しちゃうぐらい、まあ、寒くなっちゃったんですね。それでまあ恐竜とか、こういうものがなくなっちゃって、まあ、死んじゃったっていう。で、まあ、哺乳類はね、まあ、生き延びれたっていう話がよくご存知のところだと思うんですけど、まあ、それでその地層からですね、その時代の地層にはそのイリジウムっていう放射性物質がございまし、まあ、検出されてまして、まあ、それはですね、まあ、地球には少ないんですけど、まあ、隕石には多く含まれている。でそういうことからその、まあ、隕石衝突だと、まあ、裏付けられてきてるんですね。でそれが具体的なその、まあ、これがその先ほどのクレーターのなんですね。まあ、これがメキシコ湾ですね。でこのメキシコ湾のこの辺に落ちたわけですね。でこの落ちたところにこう有力以上のね、やっぱりこういうのがありまして、まあ、でこの辺はですね、メキシコ湾全体はその時の津波の堆積物がですね、まあ、残っているという話ですね。で、まあ、これがですね、まあ、画像解析的に見ると、非常に綺麗な同心円をですね、描いてですね、こう、まあ、見てお分かりになるように。で、だから、ここだけがクレーターって今言われているんですけど、まあ、私的にはこの辺までクレーター、言ってもいいんじゃないかなと、影響があったわけですね。でここでフロリダ半島みたいなのができちゃって、ここは削られて、ここで津波流れて、こういう特殊な関係が出ているところには、おそらくね、月のような大きなクレーターの、まあ、跡があるんじゃないかと、まあ、考えてるんですね。で、まあ、もうちょっと時代が新しくなって、先ほどの縄文時代がね、始まる直前のですね、まあ、ヤングアドリア式の、まあ、時に落ちたといわれるクレーターのお話なんですけど、まあ、この時もですね、まあ、大きな彗星が、まあ、衝突ですかね、で巻き上げられた地位でまた暗くなって、まあ、そういう寒冷化が起きた。その時にその、まあ、隕石衝突の際にそのですね、まあ、すごい圧力がですね、地面にぶつかってかかるものですから、それでダイヤモンドみたいなね、硬い鉱物が、まあ、できる、まあ、そういう地層が発見、そういうのが北米の地層から、まあ、発見されてましてですね、まあ、こういうことから、まあ、隕石衝突が起きたというのは間違いないんですけど、まあ、ただその隕石衝突っていうのは一箇所だけに落ちるもんじゃなくて、後でそのちょっとね、他の木星のね、水星の衝突の、木星への水星の衝突の様子の動画とかをお見せしますけど、結構バラバラになってね、来るんですよね。だから、一箇所だけに落ちるってことはなくて、この時期に多分世界中に隕石をね、ばらまいた可能性が高いと思うんですね。で、それで1万2000年前頃に、じゃあ、そういうね、隕石のクレーターっぽいような地形はないかなって探していくと、実は北海道にも、このマッシュ湖のカルデラ、これも1万2000年前ってやってますし、まあ、ケシュアンっていうところはね、あるんですけど、まあ、その辺なんかもね、その時代だと言われてて、まあ、具体的にはどこかって言われてると、まあ、これ、昨日ちょっと、あ、聞きません、オリエンテーションの時に今説明したあれなんですけど、まあ、例えばこれ、マッシュ湖とかね、この辺ですね。で、こっちがアッケシュアンっていう、言われるところなんですね。で、まあ、こう、アッケシュアンから、で、そうだ、その前にですね、まあ、前回もちょっと説明したんですけど、宗谷湖、ウッタラ湖、橘湖、まあ、これがまず一直線に並んでいると。で、さらにスッツワン湖ね、丸くこう、
で、これを結んでいくと、ちょうど地球の傾斜角の 23.4 度ぴったりになるということで、まあ、隕石がですね、こうボン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 と落ちていって、こういうクレーターが、クレーター群ですかね、クレーター上の地形を作ったんじゃないかっていう、まあ、説がちょっと最近出てきてまして、私の知り合いですけど、まあ、それで 23.4 度というのは、まあ、要するに照明なんですけどね。で、この角度で今度北海道全体を見ていくと、いろいろ出てくるんですね。例えばその、まあ、このマッシュ湖とこっちにね、風蓮湾ってやつ、風蓮湖ってなんですけど、まあ、こういうのとか、あとこの厚岸湾をこう見ていくとね、ここにやっぱりこうね、隕石の落ちた穴みたいなのがこう、まあ、ずっと抜けてくるんですね。まあ、で、まあ、先ほどの洞爺湖とか、まあ、まあ、こう何個かね、まあ、よく見ていくと、後で見ていただければ。あって思うのがたくさんあると思うんですけど、まあ、こういう感じで結構なんかありましてですね、まあ、これはもしかするとただの今まではそのカルデラ火山の跡であると、ね、この山体が吹き飛んでその噴火してね、その跡が丸くなったんだっていう説明になってるんですけど、まあ、もしかしたら触れたかもしれないっていうね、まあ、話で、まあ、この辺の中をね、火山もないのに丸くなったりね、まあ、この内浦湾なんかもね、なんでこんなに火山も真ん中全然ないのに、まあ丸くなってますよね。先日も走ってきましたけど、ずーっと丸くなっててね、まあ、こういうのもありますと。で、まあ、具体的にさらにですね、細かく見ていくと、例えば、まあ、岩手のですね、まあ、私の知り合いの隕石研究家、まあ、お医者さんなんですけど、院長さんやってらっしゃった方で、その方がですね、まあ、ちょっと本の方で、書かれているのはその、まあ、小樽のに赤井川ってところがありましてですね、まあ、ご存知の方もありますけど、赤井川盆地っていうのがあるんですね。それが赤井川の、まあ、地形なんですけど、こう丸く盆地になって、この周りがこう、ま、山がね、こう丸くなって、こう綺麗にこう等身円に、ね、なってるんですね。で、先生はやっぱりその、これがその、要するにクレーターだと言ってるんですよね。で、まあ、他にも何個かね、クレーターが、あちこつこもそうじゃないかとかね、洞爺湖もそうじゃないかとか、洞爺湖は行ったら、まあ、行ってらっしゃるんですけど、まあ、で、まあ、赤井川の人は、まあ、ちょっと批判してたり、いろいろね、まだ認められてないんですけど、ただ、その、まあ、そういう、周りに銀山があったりね、で、それをまた、ライン的に私が見ていくと、このように、その、やっぱ 23.4 度に近いラインね、ができてまして、まあ、結んでいくと、こっちにウトナイ湖っていうね、ちょうど苫小牧のね、近くにある白鳥とか、白鳥でしたっけ、来るところで有名ですけど、まあ、こういうのも真ん中を取ってですね、こうね、見ていくとね、ウトナイ湖っていうのも、こう、やっぱり半月形ですけど、丸くなってて、で、さらにこう伸ばしていくと、コロマン湖、サマニ町って人にあるんですよね、いう、そのですね、まあ、ところにつきまして、ここではですね、ペンドランド湖っていいまして、その隕石衝突によって生じたとされる、まあ、特殊なですね、まあ、鉄鉱石があるんですね。それは隕石衝突によったものと普通の鉄鉱石の違いとは成分的にちょっと違いがありまして、まあ、細かいことはあれなんですけど、まあ、この辺にこう分布してる、まあ、そういうことからもですね、もしかしたらこういう感じで隕石がね、落ちてきたんじゃないかなという、まあ、ことも予想しています。で、実際にじゃあ、隕石衝突ってどんなふうに起きるのかなっていうことで、まあ、ちょっと、まあ、ビデオを見せたいんですけど、その前にその岩渕さんがね、まあ、このデイビッド・アッシャー博士とちょっとお会いして、まあ、またお話ししてて、先生もそのですね、まあ、おっしゃるには、そんな、まあ、大石沢流星群ってね、流星が有名ですよね、こうね、ある時期になるとね、大きくして、まあ、大石沢流星群の、まあ、後天体っていうね、その、もともとあった天体の円形彗星っていうのが、その2万年前にですね、ちょうど地球に接近したと。で、その時にですね、まあ、バラバラになるわけですね、地球の引力で、彗星とかね、そういう小天体って。で、そのバラバラになったのが、まあ、地球に降り注いだ可能性がある、まあ、そういうことをおっしゃってて、まあ、でちょうどその今から4000年前ですね、
その紀元前2000年ぐらいですかね、の時にまた地球はね、この大牛座流星群のそのまあデブリの中を通過したんじゃないって話がありますね。だからその時にまあ被害を受けると。だからこのデブリのその中を通過するたびに地球がね、定期的にまあ、流星群が降ってきたり、それがものすごい数になるわけですね、この濃いところに入って。するとその隕石がどんどん落ちていくことは否定できないということは、まあ、おっしゃってるんですね。で、まあ、これは縄文時代なんですけど、まあ、後でです。で、まあ、このちょっとどういうことなのかっていうのを、その一応イメージとして動画を、まあ、YouTube の方で入れましたので、ちょっとご紹介したいと思います。まあですね、木星に落ちたんですね、まあ、ご存知の方も多いかもしれないですけど、シュレーメーカー水星というやつですね、まあ、長いですけど見ましょうか。CG でね、こういうのを表現できるので、だいぶ理解しやすいです。これ縦にもあったりするんですね。横だけじゃなくてね。ですぐに落ちないんですね。ぐるぐるね、こう曲線みたいな。ぐるぐる回って、だんだん近づいてますね。で、落ち始めるんですけど、まずバラバラになって落ちてくるんですね。木星に近づいていくうちにこうバラバラにされちゃって、で同じとこにまあ最後ね落ちていくように見えるんですけど、まあちょっとこの辺はこれから進むですね、水星がバラバラになった状態、要するにこれが今そうですね、バラバラになっていく状態ですね。最初一つだったんですけど、木星の引力でそのまず近づくとバラバラにされちゃう。こう並んでもですね、こう軌道上に。まあ、それでバラバラになって落ちてくるんですけど、まあ、先ほども見た、こういうイメージなんですね。これ地球だと思っていただければいいと思います。そうすると地球が自転してるんですけど、その、落ちる場所はね、軌道としては同じなんです。だけど、地球が自転していくために、こう、その自転してる周回上にクレーターができてですね、並んでるわけですね。まあ、これが、次に、まあ、これも同じですね。木星の自転方向、地球でいうと、太陽系平面に 23.4 度傾いてますから、これが 23.4 度傾いた形になるんですね。でどん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 こうまっすぐにきれいにねこう落ちたって、そうですね、そういうことがどうもあったんじゃないかってことですね。こんな感じでね、地球でもやっぱり昔こういう形で落ちただろうと。まあ、それが今の説明ですけど、まあ、露出引力でね、分裂して一定の距離になる。で、これで、まあ、地球っていうのもこう見ると、時間が経つとね、日本の位置がこっちにね、ずれていくと。同じで、そうですね。ここに落ちても、時間が経つって、二段目は今度ここに落ちると。すると、こういうふうにラインがね、できてくるんですね。 23.4 度の傾斜でこういうライン、北海道で言えばこうですね、先ほどの斜めのラインでこうポン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 ってこう落ちていくような形で、まあ、クレーターのラインができてくる。それが、まあ、さっき言ってたラインですね。
その岩渕先生、まあ、平さんという元のアイデアマンがいて、まあ、彼のアイデアを岩渕先生がさらに発展させて、まあ、今その阿社先生にね、博士にね持ってってるっていうような状態なんですけど、まあなんかすごい本当素人的なって言ったら悪いんですけど、アマチュアなアイデアもまあそういう形でどん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 これからあの、ね、歴史学会とかこういう学会に取り入れられていく時代になってるんで、まあ皆さんもし何かお気づきの点があれば、ね、私とかそのそういう専門家にあの持っていけばその論文になったり研究になったりする可能性もありますね。まあ、そういうこともあり得るんだということをご理解いただきたいと思います。で、まあ、先ほどのこの隕石のね、こう落ちていった分断ですね、これ、どん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 。これは、例えば八郎型。これ、埋め立てられちゃいますね。八郎型と、あとこれが十和田湖。こっちにそのリアス式海岸の、その、なんですかね、そういう藤湾ですけど、まあ、この、真ん中あたりをこう結んでいくと、やっぱりこう、何だろうかね。ですごくこう、十和田湖、十和田湖じゃない、これ、田沢湖って言ってください。すいません。地理感があまり、そういうことはないんですけど。まあ、そういうことがありますですね。まあ、こんなたくさん実はあるんですよ。探せば、目いっぱい、実は。まあ、それであと探してたりはなっていいんですけど。で、まあ、その隕石の、落下年代、落下したときに大津波がですね、やっぱり起きたんじゃないかっていう。まあ当然、そうするとですね、まあ津波の堆積層がですね、まあ海岸沿いに残るはずなんですね。まあ先ほどのアメリカのね、あのクレーターでも高め津波の堆積層が周りに残ってますけど。だから日本の津波の堆積層の年代を逆に見ていけば、その中にはその地震による津波じゃなくて、まあ、そういうクレーター由でない隕石由来の小津波の痕跡なんかもね、こう見れるんじゃないかと思いましたですね。まあ、それで、まあ、そういうのを探していくと、例えばこれはですね、まあ、東北のですね、仙台湾におけるですね、津波堆積層のデータですね。それで、その、まあ、このちょっと茶色線、がこうずっと伸びているのが、まあ、いわゆるその時代ですね。1000年前、2000年前、3000年前、5000年前、6000年前のところ。で、ずっとやっぱり定期的に、で、この辺なんかはその東海地震とかね、その湖南海の津波なんですよね。まあ、湖南海じゃないか、東日本の場合は、まあ、それもあるけど、その東日本大震災のもとになった、そういう、ね、三陸沖とかそういう地震の、まあ、あれですね。まあ、そういうデータと、まあ、別のなんか隕石由来のものがないかなって探していくと、まあ、具体的にはこの広角の、まあ、黒い線ですね、これが一応685年という、まあ、いろいろ理由があって685年という周期にしてるんですけど、まあ、この上にこう重なるこういうね、これも重なってますね。だから重なる、これも重なって重なってるって感じで、まあ、どうも685年っていう周期でなんかそのそういう地層が見える津波のね。ということはその逆に言うと685年周期で、まあ、接近してくる、まあ、先ほどのね母天体みたいなのがあって、まあ、それが毎回近づくためにたびに、まあ、大津波があちこちに起こして、まあ、そういう可能性が出てくるわけですね。で、まあ685年周期というのはどういう周期かなというと、まあ、ケプラー法則ってね、第三法則ってもしかしたら習ったことあの覚えてると思うんですけど、まあ、要するに周期が分かれば太陽系の惑星のっていうのはその何年で来るとか、どのぐらい距離が離れているとか計算できちゃうんですね。で、まあ、77AU というのは、これは、まあ、ずっと冥王星よりずっと、まあ、外なんですけど、まあ、こういう公転軌道をしている可能性もある。まあ、そういう仮定もできるんですが、まあ、具体的にじゃあどのぐらいの年代でそういうのがあったかというと、そのちょうどこの1万2932年前、ヤンガドリアスですね、これをこの時期を起点にしていくと、まあ、ずっとこう1万年前、7400年で5432年前でっていうのが、5400年前というのはこの辺のね、この蝶の茶色が重なっているこの辺ですね、まあ、この辺とか
あとその4706年前、これが紀元前2592年って、まあエジプトのピラミッド文明がこの後発達するんですけど、まあここで文明が一度衰退して、その後世界に拡散していったような、で洪水現象があるんですね、この年代っていうね、ノアの洪水とか、まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、いろんな中国でもそうですし、で文明が滅ぶんですね、インダス文明とかね、この時期ね、なぜか滅んでしまうとか衰退するのがある、まあそういうのをいくと、この紀元前2700年っていうのはちょっと重要な時期で、まあずっとその周期的に見ていくと、まあ、1321年がツタンカーメンのね時代のちょっと前だったかな、うん、まあこの辺の時代とか、あとは紀元、うん、まああとこの後で今度説明したら紀元後734年にね、その日本に変な地震が起きてるんですね。東海地震でも南海地震でもないのに日本中にその地震が起きた